お疲れ様です。それでは21週目をテクニカルから紐解いていこうかと思います。大筋で見るとね、月、火、水っていうのは20週目と同じように上昇トレンドに乗っかっていけばいいのかなってところなんで、まあ2つ星くらいですよね。もちろんその都度その都度対処していかなくてはいけませんけども、おおむねそこまで大きな動きはないと思います。で、これ後でね、テクニカル的にまた解釈していきますけども、木曜日は材料の入り方によってはちょっと変わり目が3時ぐらいからね、スタートから来るかなと思いますので、そこ要注意でございます。で、金曜日は結構激しく動くと思うんで、これは金曜日はね、トレードに向かない日かなと思って、ちょっとレベルの高い一日だと思って要注意にしておいてください。そして今ご覧いただいているのが週足なんですけども、全体的にはね、上昇トレンド、これは変わりません。そしてフェーズが152円以下のところから152円以上のところに変わってまして、そうなってくるともうね、こっちの下の方にはなかなか潜ってこないんですよね。レジサポ転換ってやつで、ここが大きな抵抗体になってますから、一回抜けてしまうともう上でね、動くことになります。そして今陽線が出た後の陰線が、形成中ということで作られたばかりなんですけども、これも結局ね、陰線になってもそこまで大きな下陰線にはならずに、これどちらかというと陽線の方に変わるんじゃないかなと思ってますね。陽線に変わりつつ、21週目は、若干ね、156円とかね、157円までいかないにしても、途中まで156円を維持するものだというふうに思います。そうですね、ウィークリー、週足ではそのぐらいですかね。で、今度、日足を見ていきますけども、日足の場合、下髭を出していって、移動平均線の上に常に乗っかってる状態だと思いますので、そうなってくると、ここからの動きっていうのは、上に行く公算が大きいかなと。もしくは、もう一つの考え方としてね、これ、上下振れて、戻って戻ってなんで、トライアングルになる可能性もあるんですよ。ね、そちらのトライアングルの方向が見え出したら、21週目は、どちらかにブレイクすることを待つっていうのね、方針の変更が必要になってきます。で、これが月火水の間に起こればいいんですけども、木曜日とか金曜日に起こるようだったら、もうすでにそこでは材料が大きく絡んできますので、単純にテクニカルで測れないっていうことになります。はい、時間軸短くして今度は4時間です。4時間の動きをですね、それとか1時間の動きを、今、この時点、5月19日の時点でね、申し述べることは非常に難しいんですけども、テクニカル的に言うと、これは収束をしているところですね。こうね、だんだん上下の振幅がなくなってきていて、上から下にガーンと打ち渡されて、上の方に戻って下に行くんだけどもって感じで、どんどん短くなっていくところですよね、上下のこの幅が。ですので、先ほど申し述べたように、このペースで行くようだったら収束してブレイクっていうのが、まあ月曜日、火曜日あたりに来てもおかしくないなってところです。ただ、これそのまま素直にね、上に抜けていって、ここをブレイクして、ここをブレイクして、上に抜けていって156円を早めにつけてしまうっていうのはね、私の見方なんですけどもね。だから月曜日は156円に向かって上昇するんではなかろうかと思います。ね、その上昇の流れを作るのか、それとも、収束してブレイクっていうふうにね、一旦別のフォーメーションを置くのかっていうところを、月火水で見極めていければ、エントリーポイントも見つけやすいと思いますね。で、最後に1時間見ていきます。1時間はもう月曜日で起こることを、ここで見ていくだけなんですけども、移動平均線の上に乗っかって上昇トレンドになってますからね。で、ここも一旦沈んだんですけども、下から大きく盛り上がってきて上の方に乗っかってきたってことなんで、これがもしね、月曜日ここをブレイクして上に乗るようだったら、これ156円に向かっていくんだなと思ってバイでエントリーすることができます。そして156円はすぐに来ますんでね、この辺りがもう156円ですから、ここですよね。だからね、156円に乗っかったら、どうしましょうかって感じですよね。移動平均線の形から見ると、156円に行けば上昇トレンドさらに強くなりますんで、今度は156円の半ばあたり、ここら辺までを狙って、ロングのポジションを維持するってことになると思います。ロングのポジションってのはね、要するにバイのポジションのことですけどね。まあそういうふうに見ていけばいいんじゃないですか。はい。じゃあ、テクニカル的に言うと、そんな感じで、20週目の勢いを残してですね、基本的にはバイ戦略になるということですね。
それから週の半ばから後半に行くに従って、その状況に合わせて、場合によっては155円台に戻ることも、覚悟していくってことになると思います。はい、それでは頑張っていきましょう。